英祖は、李氏朝鮮時代の二十一代国王。意味名は、字は、光宿。死後は、小昭淳至行順徳英母、武志烈将吉弘林公認厚式ま山根て、極みひじり更新家体制公運会大器、英高氏名寸ちょる犬意婚礼範の地水、統計歴高級中は高道祝葬、明君成分、典武竹広高氏秋高大王。 即位前は延君と称し、祝葬の次男にあたる。母は、和慶祝賓祭司。朝鮮王朝の歴代君主中最も長生きした君主であり、在位期間もおよそ52年間と最も長かった。祝葬の次男として生まれ、1699年に延君に作立された。聖母、祝賓祭司は、宮廷の娘出身とされる説もあるが、ハリボーに所属していた。 聖母が癒やしい身分のため、延君くんは、同じ王子ながらも聖子である、イボアニ、リハルカとは全く違う扱いを受け、周りの陰銀な別種を受けながら育った。王政氏は14歳の時に、母貴貧腸子が賜物役を受けて殺されたのを見た後、病気となり、畜生からも礼遇されていた。王政氏に子がなかったこともあり、畜生は、慶州の後を延君くんに継がせるよう、 左犠牲里音が命に命じた。これにより、王政氏を支持する小論と延君を支持する老論の間の権力争いが激しくなった。1720年に王政氏が即位した後、延君を王予定に作立しようという権威が出されたが、延君は王予定くらいを繰り返し辞退した。結局1721年に王予定に作立され、 1724年8月に病弱だった、慶州が皇居するとそのまま王位を継ぐこととなった。熾烈な闘争の中で生命の脅威まで感じていた、英雄は、当局するや小論を追い出して、老論を投用したものの、徐々に、東平策でもって、老論と小論の均衡政局を作ろうと、努力するようになった。 しかし即位から4年後の1728年、慶州の死で政治的基盤を脅かされたリリンサ、理由よくらが、証券聖師の彦光豊くん、李ヒ氏を国王に衰退して、武力で英祖と老論を追い出そうと図る事件が起こる。このリリンサの乱がきっかけとなり、英祖は再び政治的に立場の近い老論を徴用した。英祖は、の一つの方法として、 総挙互い対を実施した。これは主要な地位ごとに老論と小論の人物を一緒に投与し、お互いを牽制させることで政権を独占できないようにするという政策である。また、1772年には、同じ党派に属する家同士の婚姻を禁止した。さらに、死刑は必ず三審を経て執行することとする三、副制度を復活させ、 死大部が私的に刑罰を下す行為を禁止した。しかし、このような状況は、結局、1762年に王政史の死を招くこととなった。英祖の健康悪化のため、将懇政史は1749年から代理調整を取るようになったが、政史と英祖を離換させようとする老論と、定住王公の格策もあり、二人は対立した。ついに1762年、 英祖は、昇婚生死を廃生死するとともに自血を命じ、生死は米筆に閉じ込められが死した。後に、これを悔やんだ英祖は生死に、思え痛みと、追合するとともに、昇婚生死の息子を、大夜孫に作立し、また後にはこのことを教訓として、生死に代理調整を行わせ、老論に牽制されることを前もって防止した。英祖は、一方、民が、 兵役の代わりに税金として納める不白を2匹から1匹に減らすひとし法を実施して国民の税負担を大きく減らし国家に対する義務を身分に応じた負担とした。また朝鮮通信誌として日本へ行った長が持ち帰ったサツマイモを去年の際には主食の代用とできるようにした。学問を好んだ英祖は自ら書籍を執筆するだけでなく印刷ずを改良して 多くの書籍を刊行、反復させ、民衆の書籍に接する機会を広げた。大東原稿録、女読書、小学訓に、俗語例に、俗大典、無縁録、俗平正図説、老光道義、怪盗学章、予知図書、東国文献備考など数多くの書籍を編纂した、他、女性形成問答、ダメ書を必ず見は、英祖の著書である。 英雄のこのような実際的政策の影響で、朝鮮は、李を先駆けとして実学が育ち始め、清楚の第二は、朝鮮のルネサンスと呼ばれるほど大きく成長することとなる。1776年、老衰のため83歳で皇居した、李氏朝鮮の歴代国王の中で最長の在位期間であった。御両は、元三ぎである。その後、 小魂生子の子息で、栄祖の孫にあたる清祖が、王位についた。王としては、鋭い洞察力と、明晰な頭脳を持っていたが、人間に対する温かみを滅多に見せない絶対的な、厳しさも備えていた。ありがとうございます。